はようございます。本日カフェイベントでございます。ということでメイクをします。お水ももらってもいい？なんか溶けれるのないかな。おはようございます。顔のむくみを取らないと。やばい、立てれるのがない。携帯を。ちょっと今日はカフェイベントです。楽しみ。お腹すいた。うん、サムケースさんが、くまちゃんと大輝くんがシュークリームありがとう。
顔のむくみを取ります。なんかさっきコメントで横浜夕方から雨予報って書いてあった。傘持ってきてたんですけど、傘持ってきていたのにママの家に忘れました。あるの？カフェイベって僕も行けますか？はい、応募してくれて当選したら行けます。カフェイベは誰でも行けます。今日カフェイベント来てくださる方は雨にお気をつけください。なんか今日さ、暑いね。私今めっちゃ暑いですね。不思議、そんなにすごい太陽出てるわけじゃないのに蒸し暑いのかな。え、30度？やば。ちょっと30度は衝撃。1038日、ありがとうございます。
よし。でも一部12時からなので、そんなにすごいゆっくりしている時間もないですよね。やばいやばい。イベントって本当に一日がギュギュギュッと濃縮されてて、あっという間。でも今日だけ唯一何もないかも、カフェイベントの後。いつもなんかカフェイベントの後にまあご飯したり、私の誕生日パーティーしてくれたりするけど、2部も14時だから間の休憩もなさそう。2部14時、14時半、2部14時半スタートですよね。みんながさ、ご飯食べてるとこ見るからさ、スタートは14時半なんだね、了解。ん？え、なんか14時って書いてありました？え、間違えちゃってるかな？記載。和孝さん、タワーありがとう。今日お仕事で行けないのでって。12月待ってます。14時半スタートなので、びっくりした、25分ぐらいに来ていただけたら。90分イベントで間毎回1時間準備時間があってって感じです。
ただいま2日連続寝落ちせずにお風呂に入って寝てます。嬉しい。ちょっと記録を更新、もうあと10月中はなんとかして10月中はなんとかして落としてお風呂に入ってから寝る目標。よし、もうなんか舞台稽古の時とかプロレスのトレーニングしてる時とかソファー、リビングのソファーで毎回必ず寝落ちしててとか、キッチンの床で寝落ちしたりしてました。朝起きたらキッチンの床をみたいな。でもアミとの沖縄旅行の時も今年は大丈夫だったけど、去年もうお風呂も入った後になんかまあ、室の畳で寝落ちしててホテルのギョーってなった。床で寝落ちした時に次の日のさ体の痛さすごいんですよね。自分が寝落ちしたくせにああ悔しいって毎回なって何かスタッフさんとかさメンバーとかすごい YouTube 見てくれてて嬉しい。何か仕事現場行くたびに何か「今日は回してないの?」って言われて「あ回してないです」って。でも何か回せばよかったなって気にもなる。それで毎回カフェイベントの様子を YouTube に上げることはないの？上げました、前も。9月の
カフェイベント。でも今日もなんかちょっと回そうかなって思ってます。みんなの顔が映らないように、ハロウィンだから。なんか今日はカフェイベントっていうよりもハロウィンを YouTube にしようかなみたいな。前回はもうカフェイベントの YouTube 上げちゃったから。だからちょっともし仮装している方がいらっしゃいましたら、ぜひ映っていただけたら嬉しいです。ファンの方と、あ、姉のカフェでファンの方とゼロ距離イベントみたいな動画がカフェイベントの動画です。12月にね、今年最後のカフェイベントやりたいなって思ってます。多分一部の女の子たちが結構仮装すると思うんだよね。なんか仮装したいって女の子たちからもともと言われてて、でもいつも一部部ごとに女の子と男性半々にしてたんですよ。ってなったらさ、なんか恥ずかしいとかあるかなと思って、今回は初めて男女ちょっと。でもなんか応募の時に男性女性で分けちゃったら、なんかそれもそれであれなのかなと思って、一部行けたけど一部女性のみかとかなっちゃったらあれだから、ちょっと普通に応募して見て割合とか。それで一部がね、女の子の応募が一番多かったんですよ。私なんか一部だけに応募みたいな方も結構少なかったから、なんかでもね噛んじゃった今、なんかでもでもねとか言って、前々からあってそういう声が。しかもなんかそれが女性からじゃなくて男性から、なんか女性限定にしてあげてほしいみたいなおじさまから女性限定にしてあげてほしいっていうのをずっと言われてて、えおもろうと思って。女の子たちが女性限定がいいとか全く言ってないんだけど、なんか可愛い空間を楽しんでほしいってカフェイベントに参加してくれたおじさまが言ってくれてしかもなんかガチな提案で、すごい考えてくれてるなっていう。照れちゃうってのもあるのよおじさんって可愛い。まあでも全然カップルとかでも来てほしいので、プールでも来てきて。よし。歯を磨いてからリップを塗ろうと。
今日はちょっとハロウィン風メイクをします。あ、ちょっとこの携帯が立たない。大元はそんな変わらないんですけど、31食べたいな。なんかこの間31でね、めっちゃ大量に買ったんですよ、アイス。でも期間限定のやつ、ハロウィンの期間限定のが始まる前で、わあ失敗したってなった。9月末ぐらいに買ったの31、めっちゃ大量に。そしたらね、10月5日とかからでハロウィン限定が、あ、ないのねって思いながら、でももう31まで来たから、30分かけて31まで行ったから買ったよね、全部。俺の推しアイスだよってどうでもいいわ。だからないやねん。お気に入りのアイラインがもう使い終わってしまって、ルミコ RMK のアイラインをね、白雪姫のために買ったんだけど、リキッドが欲しくて、泣くから白雪姫で。でもめっちゃ良くて使いまくっちゃってなくなっちゃったから、ルミコめっちゃ行きたくて、今コスメを買いに行きたい。
あ、メラ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 フラペチーノ飲んでみたって。すごい、どうでした？あれ何味でしたっけ？青りんごとかでったっけ？わかんない、全然わかるず言ってますよ。なんか青と赤のやつじゃなかった？メラメラメラノーラって。ベリー系か。ベリーか、ベリー。美味しかった？
をメイクすると一気にメイクしました。噛んでる。
あっという間に1時間後だ。早いですね。でも髪の毛、あと髪の毛だけ。今生クリームを泡立ててるのでめちゃくちゃ音がすごいです。
これからどんどんメイクをハロウィン風にしていきます。ちょっと耳がこれだけど、ではちょっと勝高さんにお礼させてください。勝高さん、猫ちゃんタワーありがとう。お仕事頑張ってね。ちょっと耳見えなくしよう。ありがとう勝高さん、お仕事ファイティーン。12月のカフェイベお待ちしてます。ではちょっと髪の毛をしたり着替えたりと本格的に準備に入りたいと思います。ちょっと生クリーム泡立ててたりとかで音すごい大きくてさ、途中結構ミュートにしちゃったんですけど、工事中みたいな感じした。ではまた夜ちょっとカフェイベント終わってから配信することになると思います。ではありがとうございました。カフェイベントお待ちしてます。